ポピープレイタイムチャプター2をプレイしていきたいと思います。でね、この右上にちょうど都合よくいてくれてるこの青い子、もう前回は名前を間違えまくってもうむちゃくちゃでした。正しい名前は、ハギーワギーです。いいですかハギーワギーです。マギーマギーでもヤギーマギーでもハギーマギーでもなく、正しい名前はハギーワギー。はギワギーくんです。はい。 この子ね普通にしてればこんなつぶらな瞳でもこんなに可愛らしいんですけれども前回はもう口から歯という歯がガッチャー出てもうそれはそれは恐ろしかったうん怖がらせやがってこの野郎今回も出てくるんですかねでえー、あらすじですねチャプター2に入るので一応もう一回確認しておきましょう翻訳も見てきましたまず主人公はプレイタイム社という会社の元従業員ですね で、このプレイタイム社の所有するおもちゃ工場で10年前、とある事件が起きます。なんと、おもちゃ工場の従業員全員が突然姿を消し、行方不明になるという事件がありました。そして10年後、主人公のもとに突然、謎の荷物が届きます。中にはテープと手紙が入っており、テープを再生すると、前回の冒頭でも流れた映像、あのなんか首がブルン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 震えてる、すげえ怖い映像ですね。工場ツアーのコマーシャルが映し出されて、 その映像の最後に突然ポピーの絵がこう壁についてる落書きされている謎の映像が突然映ってビデオが終わるとで手紙には「フィン・ドゥ・ザ・フラワー」と「花を見つけろ」という頼み事が書かれているというところからスタートしたわけですで行かなきゃいいのにその廃工場に訪れた主人公というところでしたねで前回はその花の絵の書いてある壁を見つけて中に入って ケースになんかポピーちゃんが入ってて開けたらなんか電気バーン消えてえー、どうなるのみたいな感じで終わりましたでもなんかポピーちゃんの声が優しげだったんで意外に味方なんじゃね敵じゃないんじゃねっていうところからですね今回は始めていきたいと思いますそれでは進めていきましょうプレイうわあなんか手が落ちてる チャプター2フライインアウェブなんかピクって動いたな、それで手がよ。えー、一応読む ?With Poppy Now Free なんか Poppy は自由になったみたいな意味じゃないこれ。The Institution B2J よし、わかんない。行きましょう。ニューゲーム。まずあの Poppy ちゃんが仲間なのか、そうじゃないのか、どうなんだろうか。うん、また映像かあなんか映像っぽいな、また。どこだ、ここ。んなんか言ってる ウェイクアップできない？立ち上がれって。あおまた cm が。うわ。なんかありそうな。cm でなんかまた癖の末人形だな。なおい。何この手足が長い？絶対襲ってくるじゃん。これすげえな。遊び方あー。なんかでも。なんかウェイクアップって言われてるよ。小さい声でまた怖くない。このおもちゃなんか？ なんかもう、もう恐ろしいような、これ売れるんかマミーモミーロングレックって書いてある。プレイタイム社。ああ、怖い怖い、この呪いのビデオみたいな、この感じ、怖い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 い。やいやいやいや、もうなんか映像、画質が怖いって。ああ、ここ通ったね、プレイタイム社の中ね。何ですか、この外の映像、なんか貞子が出てきそうな、この、あーあ、ああ、もう。ああ、これ、ポピーちゃんの顔じゃないんですか、薄く見えてるのは。 ポピーちゃん、Wake up, wake up, 起きて。ポピープレイタイム、チャプター2、チャプター2だけ文字が綺麗。怖くない、怖くない文字でありがたい。ローディン。あ、やめろ、抵抗の意思はない。そういやこんな状態から始まったな。さて、さて、さて。ん？ん？あ。 ここで開けたんだよね。これ開けてポピーちゃんがどこ行ったんだポピーちゃんポピーちゃんを探そうか。でもこれは来た道を戻ってるだけだよな。チャプター1でな。こういう風に来たもんな。で、このまま、このまま行くとだってあのまた不思議な通路に出ちまうよな。ハギーワギーが下に落ちていった。ああ、でも戻れないっぽい。戻れなくなってるな。 それはそれで怖いんだけどあなんか扉があ開きますあれこれまた来たことないねこっちはねここ通ってないよねさあうわーなんかこのここ怖いんよなーああハギーワギーハギーワギーと何だろうねこの子の名前ちょっとわかんないレッドドラゴンレッドドラゴン枝だくわえレッドドラゴンさああーよくないよくない,よくない電気の落ち方だこれはよくない電気の落ち方だ 何度でも言うぞ。おあ、イラストがちょっと変わりましたね、うん。すごいぐるぐる。すーん、雑巾みたいになっちゃっても、ハギーワギー。怖いよ。本当にこのサイズ感で来るんだから、あのワギーは。はい、レッ,レッドドラゴンね。かわいいレッドドラゴン。男の子、恐竜好きですからね。なんだん、エリオットリド・ルドウィグ。エリオット・ルドウィグって書いてある。と、ああまた血まみれの。 これ生きてるってことなんかなぬいぐるみがおもちゃたちがなんかそういうことかどうやら命を持ってるのかおもちゃがおかしいんだよな血があるんだもんあーなんか渡れないっぽいなここはまだ Keep going <い>進めってことこれでいけるのかなあいけるいける渡れちゃったあレッドドラゴンレッドドラゴン でもなんかあの部屋見たくないなんか。なんか明らかになんかありそうな部屋だったよね。あ、鍵閉まってるでも見るからに、見るからに特別な部屋よな。ほら。まあ、この、この看板っていうのはなんかネームプレートみたいな。これってめっちゃだって偉い人とかじゃないのなんか偉いか特別な部屋でしょなんだろう。な、なんだろうね。めちゃくちゃ偉い人の部屋なんかな。まあまあ開かないんで行きますか。 よいしょ。まあ、こういう使い方もできますよと。前回はなかったギミックだね。まああったかもしれんけど見逃してたね。あーあーよくない。な、あーあーびっくり。お前は動かないタイプのな。お前動かんタイプのハギーワギーな。はい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 。これだって封印されてますじゃないのー。行くなってことじゃんこれ。よくないよー。 ひえプレイスヒアー、オセット。なんか音声流れんだろ、これ。えい。<laughs> ななになになにえ、マジで声流れるだけかよ。フフフフハハハって。結構、渋いボイスなんだね、ハギーワギーは。えこれ、開けろってこと手で。どういうことあ、違うな。あそういうわけじゃないのか。えここか あ、ここかもしれん。うわぁ、そうっぽい。ちょっと待って、これどかさないと。両手くっついちゃった、これ。意外に、スッと入れてはくれないんだな。よいしょ、もうちょい。あれ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 れ、もうちょい、もういけるかな、これ。あ、いけるいける。うわーちょいちょいなんかミみどろの感。いやあ、もうこれ悪意があるわ。この、この顔の置き方は悪意があるわ。で、なんか押すんかな。 えーっとなんかあ鍵だなえ取れるのかあ取れたピックピックドアップキーポピーだったねこれもねポピーの花のついた鍵だったねあこれでさっきのなんかあの偉い人っぽい部屋に入るんかこれ大丈夫ですか帰り道なんか出るみたいなそういうねあるある行きはよいよいわーい あーすんごいよ、背中の汗が今。はい。うー <laughs> まだ何も起きてねえのに。うー開くんかな、これで。開いたね、鍵やら、どこだったんだろう。あすごい部屋だ。これ絶対偉い人の部屋だろ、絶対。間違いない。これ社長とかじゃないなんか、何これ。ひまわりカマキリみたいな。ひまわりカマキリゴールデンモンスターみたいな。閉めとこうぜ。 怖いから。よいしょー。あ、またビデオがある。ビデオ全然最近見れてないんですけど。で、うわぁ、ハギーワギーと、あ、キャンディーキャットだ。この社長のアイディアなのかなあ、ほらほら、ベストフレンド、マイベストフレンド。うわぁ、びっくりしたおい、物理演算うわ、偉い人がウイスキーとか飲みそう。あ、メガネもあるね。あ、ごめんごめん,ごめん、ぶつかるとすごい。あ ごめんなさい。すいません。申し訳ない。あー、プル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 。あ、ポピーもいる。ほら。ポピーちゃんとなしゃサンキューマエルドウィグ。あ、名前なんかなミスタードウィグ・ルドウィグルドウィグこの人が社長なんかなこれ、子供たちが描いてくれた絵を貼ってんのかなありがとう、リドウィグさんみたいな。素敵なおもちゃを作ってくれてみたいな。そういうことかもしれませんね。うーん。 んなんか悪い人ではなさそうだけどね。こういうの貼ってるんだとしたらね。ミッシーこの子ミッシーミッシーミッシー,ッシーピンクの子。ハギーワギーの色違い。ハギーワギーメスみたいな。<laughs> 暗いなぁ。あ、あ、なんかあるぞ。あったぞ、ビデオ。あとなんか書いてある。一文字も読めねえ。 一文字も読めないですけど、達筆なんですかね、これはね。んこれもおもちゃかななんだろう、これね。あ、ラブ、ラブバグだって。うーんー、10年前から手がついてない割には綺麗なまま保たれてるけどね。まあ、ビデオ見ますか。えい。どうだ映像はあ、映像ある映像があるとわかるよ 本当か顔隠されてるあリドビグって言った。これだやっぱ、あえ、なんかなんで顔隠されてんのおぴーちゃんね。ああ、顔隠されてるわ。なんでこんななんでこう顔出し NG なの んなんかでも全部やっぱ作ったっぽいね、多分ね、こういうデザインは。凄腕社長じゃん。なんかでも顔隠されてんな。え、なんか、こんな露骨に顔隠すああ、この工場かないやいや、結構いい工場よ。 ザ・ウ e b グリン n n あ、消えた。うん。わかんないね、結局。ま、あ英語わかんねえかな。わかるわけないんだよな。まあ、あとりあえず、リュドウィグ、ルドウィグって人が、え、開いてたっけ、ここ最初から。え、こわ、ひくひく、ドン引きです。まあ、あとりあえず、この人が社長っぽいって、一番偉い人っていうことは何かわかったわ。なんかあんのか、この部屋に。 な,なんでちょっと血ついてんのさそこが気になるんだよでここ開けれるんでしょよいしょよいしょなんかあき悪くないこうかあーいたいたいたうわーよくない色赤信号です行くなって意味よ分赤って知ってる赤は行っちゃダメなんだよ基本的にはねうわーいうわ,ーいうわーもうダメだ明るさがホラーだ これ前回よりなんか怖さ増してない気のせいいやー、無理出す。<laughs> 無理出す。えー、ルるていいっすかあります。うーなんか、あ、またパズルだね。はいはい。電力エネルギーパズルね。うーわあっポピーちゃんなんか友好的じゃないでも、なんか。ん なんか当たり前のに喋ってっけど敵じゃないっぽいよ味方か味方っぽいわポピーちゃんありがとうよかったこの工場で初めて友好的な子に出会ったよなんか普通に喋ってるけどえっとパズルをクリアしないといけないんだよねえっとここに繋げばいいんだよな最短距離から繋ぐ必要があるはずなのでこうしてこうじゃないかだろ こうだろう。ああれ？あ、あれ？なんか高さが足りないみたいだ。引っかかった。いやー細かいええー、やん。それぐらい見逃してくれてえー。あえー。なんかシビアだぞ。ちょっとここ。このダンスあなんだ。この野郎これでいいか？あな、なんでこんなシビアなんだ。これおい逆ならいいのか？ こう行けってことすごい細かいことを要求するじゃないか。こうこうかいこうならいいのかいああ、こうっぽいね。すいません。余計なことをしました。はい。あれはい、これで OK ですー。ポピーちゃん。えあ Thank you for free! って言ってくれた。So long, thank you.Pay you back? あど、どっか行っちゃったどっか行っっちゃたな分かんないけど長い間閉じ込められてたの助けてくれてありがとう的なことを言っていると思われるえ大きく出すねポピー怖いだろもう俺お前のこと信用してんだぜなんかすげえ喋ってるなんか落ち着くわでもえどうやって進むんこれえあそこにいたのえめっちゃ見てるじゃん こっちこっち行くのこれ違うよねあっ、こっち行くのこれ違うよねおい、ポピーポピーヒントよこせってヒント。あ、登れる登れたあ、そうか、引っ張れば押せ登れるんだ、これ。はい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 。押しっぱで、多分これ前回からできたんだろうな。で、掴んで押しっぱなしにするとこ上がれる。OK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 。で、登って、 ポピーちゃん。なんか危なそうだったらすぐ教えてくれな。Hey, あポピー。よよよ。よよよ。何言ってるかさっぱりわかんねえぜ。This way、ついてきてみたいな。え、ここ通んのここは無理だよ。ここは無理だぜ。開けてくれてたりするかな、さっきのとこ。 開き方がゆっくりで怖い。一番怖いドアの開き方だ。世界で一番怖い。ああはいはい。ここの電気が復活したわけね。で、いけるようになりましたよと。はい。チャージ。あらよっと。ツっツあはあ。まあでも脱出するために頑張んねえとな。これすんごい殺しに来てんじゃん。これ大事故だよ、これ。これ大事故です。こんなに岩盤が崩壊しちゃって、この工場。 行方不明になったらこれに落ちたんじゃないかみんな普通に普通に事故じゃないいや大丈夫だよなこれうわ怖こわっよいしょはーいオッケーホラーじゃねえところも怖いのよでここ開かないだろどうせはいはいはいこれね前回ね両サイドの扉が開かないねって前進したらハギーワギー来たんだよな来ないかん来ないね これなんかポピーポピーがちょいちょいこのなんか通気口みたいなところから顔を覗かせてくる。やっぱやっぱ血出てんだよな。このこの形に血出てんだよな。やっぱおかしいよな。突然突然おもちゃたちが暴れ出して人間たちが撃退したみたいなそういう背景見えてこないなんかだってこの耳の形っぽくなんか血の跡がついてないかねえ怪しいよね。 開いたねもう下がっちゃうよね、開いたら。ああポピー。ポピー会えたね。いやー、なんで背中向けてるリッスンアハハハッハッポピーポピーちゃんポピーちゃんありがとう。ありがとう、今まで。え、ちょっと待、ま、っ,って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ。これさ、これさ、飛び込めってことだよな、これ。 他に行くとこないもんな。行けってことですかいやいやいや、どうかと思うんだよね、俺、それね。帰らないえー、無理なんで来ちゃったんだよ、主人公よ。うわー、これいいんだよな。そういうことだよな、絶対な。いやー、怖い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 。よいしょ。深すぎ落ちてんのこれ、わかんないわかんない。どういう状況これ。落ちてんのお、落ちてる。 わあ、綺麗あ、すごい幻想的すん。パワー。ああ。ああ。エリオット・リュドウィグ。な、な、なにこれな、この装置は何どでかゴミ箱それとも工場内のショートカットどういう、とりあえずすごいでかいことはわかるんだけど。パワー。 電力を復旧させろとねパズルーパズルこの精神状況でパズルーよいやいやパズルやってる場合じゃないでポピーちゃんがさ吸い込まれてったんだぜ今なんかきそれでちぎれたしあれなんか何これんあれ触れるとなんかダメだぞ カットされるほらペンってえどういうこと何何何こっちはあ切れるえっえっうわなんかむずいことしてきたわこっちが触れるとここがピャーンでこっちに触れたらそっちがピャーンで切れずにつなぐにはどうしたらってことよねー分かりませんよじゃあ無理だねうーんじゃあ無理だわこのゲーム ここまでなんだきっと完成してんの。チャプター2はここまでですよって。だって無理じゃねなんかこの青い柱をなんかうまく使うんだかなどうなんだでこれは使うんだよな絶対これは使ってこれを使うけどあこれほいちまったぜいよいよ。 いよいよ解いちまったぜ。また何分やってたと思うんだよ。とんでもねえ分数カットしてんぞ。疲れ切ったよ。なんかもう疲れて多分声の質も変わってきてるって。あいっ,ったぞこれでこれでこっから伸ばすの無理だよな。これ届くのかぐるって回って。これで届くあ、届いた終わったようやくほらと同じぐらいキッズパズル。 全然終わらないでやんのあーごめんなポピーえぐいぐらい待たせたわポピーごめんねずいぶん待たせたおまたおまた随分とあなんか珍しくない赤1本のスイッチだあおなに何なんかロードしたなんか石重くなったけどなんかロードした何か化け物をロードした今なんかロードした重さしたよね今 なんかいるのこの先に大きい何かが赤だけで開けるタイプ危ないってことですか赤だけで開けるタイプは今まで出会ってないけど行きまーすほいう何何何何か止められた何 <laughs> ゴムゴムのーに対してさらにゴムゴムのおおあマミーじゃんマミーだっけロングレッグあポピーなんか寝てるなあ、起きてるポピー大丈夫かどうした まあなんかでもはわすごい喋ってるからなんかハギーワギーよりは怖くないうおすごいね何言ってるか一個もわかんないやとりあえずあの、ポピーちょっと待ってなさい助けるから頑張ってほらほらこの野郎お前の腕が伸びるように俺の腕も伸びるんだぜおい黙れその口を塞いでやるおいえ なんか、あ、っていうか右腕取られてる右腕がねえ左腕しかねおべすごい近い手返してくんないあのアライフ <laughs> あ腕手,手返しあくんだあ手を返し あの持ってかれちった右手返してほしいどうすんだこの後右手使うギミックあったらお前えあああこれえやっぱそういうことこれ明らかにこの子がなくなっちゃってる感じするよねだって絶対そうだよね絶対そうだよねえな何なの もう帰りたいでっかスイッチ今までで一番でかいやんこのスイッチうおー何やらバトルコロシアムのような広さがあります。大丈夫ですかんあなんか大きい列車があるなんか人いない気のせい人いない気のせい看板か広いな ゲームステーション。ここああ、なんか確かに遊具がいっぱいあるわ。イラストも貼ってあるね。ああ、はいはいはい。これだって、平和だった頃にはこう子供たちがいてね、いっぱいね。で、イラストも描いていったんでしょうよ、こう。平和な場所だったろうに。今じゃ、恐ろしい廃工場に。あれ、外の光かなああ、なんかちょっと落ち着くね。 外を感じるととちちょっと落ち着くわなんか、逃げれんじゃね不無理あれなんか割れてんなあれ。あれ、外じゃないんかそうだよな。でも,ものすごい地下に下ってきたもんな。これあれだ、架空の窓だ。奥にはああやって LED があんだ。で、ガラスを上から貼って、外ですよって思わせるっていう。 仕掛けだねわ気づきたくなかった俺は外だと思っていたかったすぐそこを叩きあれば逃げれるんだっていう精神状態でいたかった緑え俺緑ないけどえええなんか爆弾ットするピーピーはい弾けばいいんですかえはいはいはいウィルカムトゥーゲームステーション何言ってんだずっと

これなんか触るといいことあるんですかえい。なんもない。でもそうだよね。だって色が違うんだもん。なんか、なんか吊るされてる。マイベストフレンズが。まあでも右腕が取れちまったってことは、緑の腕をどこかで補強するんじゃないんですかで今なんか出てきたんじゃないのウィーンガチャガチャガチャつって。どこかに。どっかに右腕が今出た音なんじゃないんですか違うんですか なあ、ここが開いたんだねミュージカルメモリーなんだ楽しそうじゃないかおっとまた違うねうん壁に穴も開いちゃってえこっち行けっていうのまじここまえなになんかなんか音楽なった気のせいか開かないね恐怖のあまり幻聴が聞こえたのかもしれませんはいんっ ここはなんかお客さんが入る場所じゃないっぽいねなんかバックヤード感があるねなんかさ人いてもよくない人っていうかあの降りろってことかこれもう怖っうわーよくないこんなに降りたら戻れんってそうあのぬいぐるみのさなんか死体みたいのはあるけどさ人ないよね襲われたんだとしたらなんか人の死体とかもありそうなもんじゃないそれがないのもなんか不気味なんよな あー暗すぎる暗すぎるあまりに暗いときつい。なんだ電気つけれるこれ。こっち。こっち。あああ、ブレーカーで。これをひねれば。えい。電気が。あー、とりあえず供給された。はい、怖い怖い怖い。で、あ、なんかビデオがあるな。ピーピーって言ってる。 これが何か機能してない感じかアラートなってるし。ビデオテープゲットしといて、何かのヒントになるかわかりませんが見てみましょう。えい、まぁどうせまた訳がわからない英語が流れるんだろうな。んあこれは映像好きだ映像好きなら、あグリーンハンドそれが欲しいんだ。ショートグリーンパワー。アウトライト。な、な、 んーなんか緑の手で押せるものがありますよ。エレクトリックチャージ10セカンド。ランアウト。んーなんかできるみたい。んピコーン。ウィーイン。パワー。あ、なんか充電できるみたいな電気を送れるんだ。はい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 。あ、一時的にしか無理ですよと。怖い。VTR また。 島まで流さんくでいいってサンキュー。ユースユアラブパック。おで緑がもらえるこれか出てくるどっかから。緑の。緑の腕を使って電気をチャージしたりすることができるっぽいが。緑の腕がない。ないね。欲しいんですけど。

何の作業だよあ、外れてるこれ繋がないとじゃないあ、直った直ったはいはい直った直った修理完了で、えー、っと第2段階、これなんだ無事何かがどこかに送られましたおお<ー>。あ、これ確実に腕を作ってますね いいですよ。こんなにこんなにはいらんけどね。1個でいいんだけど。はい、隣に移りまーす。ほんで。はいはい。このレールに乗って。運ばれてきます。5個もいらないんだよな。で。もう1個進めます。塗装してんね。え止、ま、止まってないなんか。ノーペイントインマシーン。ん んん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 なんかすごいすごいなんかなんかなんか空いたよなんかしろってことじゃないこれあはいはい塗料が足りないんですかなっえええなんか動きすぎてて怖いんだけど大丈夫すごい怖いなんかあと金の腕あるしこれこれでよくないこれ欲しいんだけどこれ上がってっていいのかこれ行けってことだよなこわ ジョージいてなさいよえー、別に色とかいいよ俺別に緑色じゃなくてもいいしこだわりないもんカラーリングに使えればいいんだけどダメあこれこれこれをここに注ぎ込むはいオッケーはいはい帰るよ無事帰らせてねいやいいって色とか俺別に全然あの黒っぽい色白っぽい色あのままもなんか好きよメタルマリオみたいであれいいんだけど俺怖いな よいしょ。いや、なんかもうどうせなら怖いことあれ。本当にペイント取りに行っただけじゃねえかよ。本当のバイトやんけ。ただただ塗料を差し込みに行った人だ。本当に。よいしょ。で、えー、ペイントを完了させます。おー、いいね、いいね。こんなに、こんなに使うから無駄になるのよ。もうちょい、もうちょい効率のいい染め方があら、だいぶ無駄だぞ、これ。8割ぐらい無駄になってる。 5個もいらないんだってはいでえー、最後に運んで手元に来まして出来上がり本当に5個できちゃったどれにしよっかなこれよしでエネルギーをあ溜まってる状態でポンはい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 すごいねこれねで進めるようになったぞとああで時間が経つとこれが閉じるよと はい後戻りはできませんえ怖いですね元に戻れなくなりましたん暗いなこれまたパズルかあちがう抜けれるよいしょあこれはさっきフェンス越しに見えていたここだねこれくぐれるよこれぐらいこ,ここくぐればよかったじゃないのいけるいける全然押してみるかはい 怖い怖い。そのフ,フフフフやめて。海外ホラーっぽい笑い方やめてそれ。子供泣くぜ、子供が。あー、怖い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 な、ニコの装置は。えー、なんか良くないことが起こりそうですね。んーな、にこの監視ルームみたいな。あなんか映った。こんにちは。プレイタイム CO。イイムーミュージカルメモリー。 はい <noise> <あ>えなんか恐ろしくない映像なんで脳みそを示してるの前頭葉と後ろの脳みそを指し示してますんレッド、ブルー <noise> あー出てくる順番を覚えてもすゲームか <noise> なんか上から降ってくるな、失敗すると。時間の経過とともに、なんかこのシンバルを持ったやつが降ってきて、失敗すると、頭をパシャーンってなるの何だ、この装置。誰が何のために作ったんや、これ。とりあえずこれデスゲームだな、グッドラックじゃないんだよ。すごいデスゲームが始まったじゃないか、急に。おい。はい。 えっあっああ,あお前ロングレックマミーが見てるパピーを返せこの野郎え上からこれが来ます早く早くもらえる問題早く来てるじゃんもう恐ろしいあんな可愛い子してるのにあんな可愛い顔してるのに頭つぶしに来るんだ俺のことえないじゃん装置うわーすごいスタンバイしてるやっちまうぜ俺ラっつってはいグッドラックあどうもありがとう応援してくれてそこで見ててくれてもいいぜ ありがとね俺成功しちゃうからよイエローイエローオッケーイエローグリーンあ、イエローあ、イエローグリーンイエローグリーンなるほど、スピードも大事イエローグリーンブルーオッケーイエローグリーンブルーグリーンはいはい イエローグリーンブルーグリーングリーンイエーイクリアもう無理これ以上限界よオッケークリアしたあやべまだあるレッドレッドブルー早くね早くねスピード上がってるスピード上がってるレッドブルーレッドイエイレッドブルーレッドブルー もう無理もう無理はいレッドブルーレッドブルーイエローまだあるえレッドブルーレッドブルーイエローうわずるっ <laughs> 後ろにバイエルってあるのずるっ説明になかっただろお前こんなはっグリーンはいグリーン,、はい、グリーンいやシレット追加されてるのグリーンはい グリーングリーングリーンねあグリーングリーンオレンジ間違えちゃったまた増えてんじゃんグリーングリーンオレンジま前イカ様がやべえってグリーングリーンオレンジレッドオケーグリーングリーンオレンジレッドレッドオケーまだある はあ、グリーングリーンオレンジレッドレッドホワイトどんだけ増えんだよお前バカ野郎お前まさかこれ全部埋まるわけじゃないだろうなラウンド4って言われたよブルーブルー JJ ブルーン JJ あるおいよいよ文字も来たブルー J ハートブルー J ハート あ赤じゃんこれあブルージェイハートイエロイエイちょ無理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 待って待って分からんマジで分からんこうちょっと待って簡単にしてくれもうちょっとえ、無理だよ分かんねえよちょっと待ってはちょっと待ってもう一回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 。ブルーイ・エローエロちょっと待ってマジで無理マジで無理むずすぎるだろこれ はブルーちょっと待ってもうこんな無理だまぁ <laughs> ちょっと待ってパニックパニック <laughs> ちょっと待って <laughs> ちょっと待って普通にずるくない <laughs> むずすぎるよ <laughs> だって引っ掛けがすごいんだもん文字の方が正解なんだろ ?J Heart Blue p i 音で聞け音で聞け J Heart Blue YJ Heart ブルーわかんなくなっちゃった。もう一回もう一回もう一回。J ハート、J ハート、ブルー、ファイ。さあ、笑顔。OK、OK、OK。増えすぎーラウンドファイナルファイブ ちょっと待ってこんなのこんなの無理に決まってんお前これは殺しに来とるこれ達が助けに来てくれるんだよねこんなの無理だもんね今ジェンスボタンいよかったいや俺はね知ってるよ数々のゲームをやってきたんだ <noise> <あ>何がっかりしてんだお前おいおいおっ <noise> <あ>んかわけわかんないこと嫌がってお前 ああ、ポピーえあくれんのなんか何これあごめんなんか手くっつけちゃってプル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 もらうはいはいありがとうんピックアップトレインコード列車のコードなんか列車のコードもらった It's okay though It's okay かくれたぜ3分の1だって なんかもらった列車のコードだって3つ揃えるとなんかえもしかして帰れるあえなんか一応ちゃんと同情の余地はあるんだな完全にここで殺しきる気かと思ったらなんか一応逃げ道は用意してくれてるおん一応ゲームとして成立はしてるしてないみたいだ思いっきり下に下ろされた一回でも信じた俺がバカだった ここを開けはいよいしょ慣れたもんよとりあえず列車のコードを3分の1って書いてあったからあと2個集めればいいんかなっていうことっぽいよねっていうことはあのゲあんな感じのゲームをあと2個クリアしなきゃいけないってことだよなえ結構理不尽ゲームでしたよ なかなかに理不尽なゲームでしたよま最後のはさすがにやりすぎてたからちょっとねうわすごいえなんかちょっと楽しそう高くないえこれ平気い,いいのこれよいしょいけんだすごいえちょっと怖いけどなんかちょっと夢あるな なんかトイザラスに来たかのような気持ちに押してみましょう。どうせ渋い声やこれも。まあこういう感じだろうな。<laughs> <laughs> みんな最後の笑い声の癖がすごいのよ。えー、なんか夢あるね、ここ。え、楽しい普通に。ここから数々の商品が出荷されていくんですかねなんかテンションあるわ、こういう。アマゾンのさ、商品倉庫とかもこういう感じになってるっぽいよね。 これはなんか作りがテンション上がるわ。なんか一個ぐらい盗んでてもわかんねえじゃねえかこれ。なあ、これなあ。これ廃工場になったんだろで、昔はあれだろ有名なおもちゃ工場だったんだろこれなんかプレミアのあるやつとかさ、もう持ってテて売ろうぜ、これ。いいねで売れるぞ、これ。こんな怖い思いしてるんだから、それぐらい許されてもいいんじゃありませんのこれ。電気を取って、どうに持ってくんだろう、これ。ん あれ動いた。あキャパシティが足りない。これが重いんだ。このこの電気はどうしよう一回外します。えー、っとこれは動くんかな動いてないのか。でこれはどっかせないなつかめないなジャンプでいけるってあ無理こここのまま入っちゃいけないやつか。 えーっと、となる、あ、あこいつはマミーじゃねえかあの、でっかいやつはどういうことなんだろうね普通のサイズじゃないもんね。あ,あ、すんごい回転しちゃった。ごめんね。お前に恨みをぶつけるかのように。ハギーワギーもマミーもさ、すんごいでかいサイズで出てきたよな。それはどういうことなんだろう突然変異なんかな でこれが動かなかった動かなかなった原因はあなんか回転すんぞこれこれ関係あるあ手動ですかまさかの手動ですかどこまで持っていけばいいんだこれをどかすんかなこれかこれをなんか取るんかなあ あそこにエンジンエンジンっていうか電気通すとかあるわほらこれじゃないこれがさ届くところまでできるだけ近くに持ってくればいいんでしょこれこっちにあんまり遠いと時間が持たないからこれぐるーっとぐるーっとこの道のりの間に何か襲ってきたりしませんかだいたいさなんか こう明らかにこう順序を追って進んでってねっていう場所があると何か起きるだろうっていう疑いの目で見てしまうんだよな大丈夫そうかなもうもう大丈夫だろここまで来たらなもうな今来たら切れるぞ切れ散らかすぞいい大人がはいで電気を注入であーその場で降りちゃうんだガチャンってってこと とあ、これかこれをどかしてあげればいいのかはいはいはい、はい、なるほどですねここでストップストップ温暖化しましてあらよいしょほいどかしてくれそのでけえのよいしょーこういう感じでなんかおっきいバージョンも作られてるんかなそれが暴走してるって感じなのかねやべこれ切れちゃうやべやべやべ あぶねえ確かにでもハギーワギーも展示されてたあの受付入ってすぐのところに展示されてたやつが動き出したって感じっぽかったよないこれでいけますかね OKOKOK これいいんだよなこれ行って大丈夫なやつなんだよなこれえあ歩きですかなんか横にもあるこっちは行けないこっちかな怖いね <laughs> あ歯車があるなんかどんどん言ってる誰ですか隣人お隣さん壁ドンかなこんにちはあパズルがあるここの電気が早いこれぐらいいけないかな頑張ってねん一。えまた難しいこと言っとるあああ動いた動いた 引っ掛けた戻れないだってこれじゃ戻れないじゃないあそこに触れるともうこれが上がっちゃうのねはい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 でも引っ掛けないわけにもいかないよねこれすぐ降りればいいのそういうわけじゃないよな絶対はい謎が解けました繋ぎますういん上がりますそしてここでどうにかするのではなくもう乗って外します そしてなんと直接行くんだなバカにしやがって直接行くじゃねえかこの野郎でグルーからのっクリアーはいまああいうパターンもあるんだなごはっとんちを効かせすぎてドツボにはまるパターンねうんまあ今のところほとんどのパズルでドツボにははまってるんだけど勝手にね勝手にうえいああ顔が保湿される あー若返るわーさて今一体私はどこを歩いてるんでしょうかどこどこの階段なんでしょうかこれは一体なんか列車のなんちゃらのコードをもらったはいいもののそれ以降一体どこを歩いてるのか全く見当もつきませんけどよいしょ邪魔なパイプ椅子だことおらけ、OK、えー、なんか工場っぽいとこに着いたなあななんだここは バーディーうわぁまたチミろのああれあここあれここ来たくないな、あれこんなのあったっけえあいつクモの巣張ったマミーなんか手足長くてクモっぽいと思ったけどまさかまさかクモの巣まで張れるとはほんとにクモ女だマミーロングレッグ怖いんだよなこの上の装置が巨大すぎてで帰ってきたと。 はい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 ああなんかここでもう順番にゲームをクリアしていく形なのかなのかなそうなのかなたぶんあで次が開くんだなこれさてはでどっかが <laughs> ファンタスティックまぁ、あ、なんか言うてます言うてます <laughs> マミイススー is super p o どっか開くのどっか開くだろうこれあほらネクストゲームっつったもんどこが開くんだあっ開かないあ開いたあ開かあ来ましたーうわっ次これあいつ来るわギうわワギ来そう来るーっていうか一応これもともと子供たち向けのアトラクションなんですよね一応 え、そうなんですよね、本来は。え、違うのこれ、おもちゃ工場の裏の姿だったのでも、明らかに子供向けにしておかしいよね。頭を潰すシンバルゲームと、頭に斧をぶっ刺してるワギーゲーム。明らかにおかしいよね。なんか、裏の顔があるんかな、この工場には。それっぽいですね、どうやらね。で、全部のコードを集めて、列車に乗れば、 なんかいいとこに行けんのかないいとこ逃げれたら嬉しいんだけど。まあそれか、この工場のなんでこうなっちまったのかっていう、真相がわかるみたいなそういう、真相とかいいからもう逃げ出したいんだけどね。まあ、ということで、え尺的にも、時間的にも、えー、メンタル的にも限界なんで、一旦ここで終わっておきたいと思います。チャプター2。さあ。 残り2ゲーム。一体どんな恐ろしい展開が待っているんでしょうか。ということで、次の動画もお楽しみに。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。